チャールズ・エドワード・オーガスタス・スマクシミリアン・スチュワートは、ジャコバイト多い請求者、チャールズ・エドワード・スチュアートの被着室の外孫にあたる人物。スチュアート家断絶後、ジャコバイト多い継承者として扱われることを望んだ。認知されていない、被着室氏だったにもかかわらず、両親のカメーロアン家とスチュアート家とを組み合わせた、ロアン・スタール伯爵を名乗ったため、当時の上流社会を当惑させた。 ロシアの陸軍中佐の肩書きを持つに過ぎなかったが、一部の人々から将軍と呼ばれており、彼の破壊にもそのように刻まれている。チャールズの母、シャーロット・スチュアート・チャールズ・エドワードの飛着室の娘、シャーロット・スチュアートと彼女を妾として囲っていた、カンブレ大主教フェルディナン・マクシュミリアン・メリアデックド・ロアンの間の飛着室誌として生まれた。 洗礼は1784年5月13日、パリサン・マルタン通りのサンメリ教会にて、カトリック天礼で行われ、父マクシミリアンド・ロアン・スタールと母クレマンティーヌ・ルバンの間に生まれた子として届け出がされた。洗礼名は母方祖父、チャールズ王子にちなむものだった。母シャーロットは、自身の母クレメンティーナ・ウォーキン賞に宛てた手紙の中で、 この子が自分とロアン大司教の間に生まれた子だと認めている。ロアン・スタールの二人の姉のうち、年長のマリー・ベクトワール・はデ・ライード・アレーは1779年6月19日にロアン家所有のクジエール城で、年少のシャルロット・マクシミリアンヌ・アメリーは1780年の夏にそれぞれ誕生したことがわかっている。シャーロットは彼女の産んだ子供たちの存在を無視しつつ彼女、 本人との同居を望む、父の松、フィレンツェへ向かうつもりだったが、ロアン・スタールを解任、出産したことで、フィレンツェへ行きの予定は大幅に遅れた。1783年3月23日、病床のチャールズ王子は被着室主のシャーロットを、正式に認知し、ジャコバイト貴族のオールバニ女公爵に助爵し、 大い承権こそを認めなかったが、自身の資産の一部の相続人に指名した。シャーロットは、ロアン・スタールを出産後すぐに、三人の子の養育を母に委ねて、父の元に向かい、1788年1月31日に、父が死ぬまで一切の介護を引き受けた。そして自身も、翌1789年11月17日、カンガンのためボローニャで死去した。 シャーロットは遺言の中で自身の産んだ子供たちに言及しなかったが、母、クレメンティーナには5万フランを残し、彼女が亡くなる際に、それを必要とする経類に分配し贈与する権利を与えるとした。シャーロットのおじで遺言執行人、そして新たなジャコバイト多い請求者となったヘンリー・ベネディクト・スチュアート・ス機キ教が、名の遺言に従ってその母親に5万フランを、 送金したのは彼女の死後2年経ってからだった。ロアン・スタールはスイスに今日構える祖母クレメンティーナの手元でプロテスタント信者として養育された。彼のドイツ留学中は父ロアン元大司教が学費を負担した。祖母は1802年に亡くなった時、東園の銀行家トマス・クーツに出資して作った相当額の資産をロアン・スタールに残した。彼のその他の資産。 10万ルーブリはソフニエフというロシアの銀行家に投資して作ったものだった。ロアン・スタールは1800年にロシア帝国陸軍の砲兵士官に任官し、1803年まで昇進し続けたと主張した。1804年8月8日、彼は実写ルロットとジャンルイドラ・モリエールのパリでの結婚式において結婚の承認として署名している。 ロアン・スタールは1806年までに陸軍中佐の肩書を得てから退役し、白ロ,ロシア地方総督、アレクサンダー・フォン・ビュルテンベルク公爵の火星機関で働いていた。この時期、ロアン・スタールはサンクト・ペテルブルクで皇后エリザベータ・アレクセイエブナに紹介され、皇后に強い印象を与えた。1811年、ロアン・スタールは 女子相続人のマリアンナフルコと婚約する。ところが彼女の姉妹で別の男と婚約していたエベリーナフルコと男女の関係になってしまう。不運にも同時期に資産運用を任せていた銀行家ソフニエフが陶器に失敗し5000ルーブリしか手元に戻らないことを知らされる。破産と不貧困に腹を立てた雇用主ビュルテンベルク公爵から逃れるため彼は クロンシュタット発の船でロシアを出国し、1811年11月までにイギリスの首都ロンドンに到着した。彼はそこからさらに来た、アメリカに渡った。トマス・クーツの元事業パートナーで自身の銀行倒産後に北米に逃れたジョン・ホーブスからロアン・スタールが法的に請求できると考える再建を回収するためだった。 彼は1811年から1813年までフィラデルフィアに住んだ。ロアン・スタールは1814年までアメリカ合衆国に泊まっていた。1816年、ロアン・スタールはイギリスに戻り、スコットランドとイングランドを行き来しつつ、スチュアート家が長年イギリス政府に対して行ってきた元祖母、メアリー・オブ・モデナの持参金の返還請求を改めて主張したが、 認められなかった。1820年頃、イタリア人亡命貴族と名乗る男の娘、マリーア・アントーニア・ソフィア・バルベリーニと結婚。しかし彼女は翌年30歳で亡くなり、1821年7月20日、ロアン・スタール伯爵夫人の肩書きで、ロンドンのセント・メルボーン教区教会に埋葬されている。1826年12月13日、 ロンドンのセントパンクレース国境界でルイーザ・コンスタンス・バウチャー・スミスというわずかながら財産と呼べるだけのものを持つイングランド人女性と再婚。ルイーザの父で最近死んだばかりだったジョゼフ・バウチャー・スミスはオックスフォード・シャーキドリントンの省遠領主館を所有したことのある人だった。ルイーザは1853年10月20日パリで死んだ。 ロアン・スタールは二人の妻との間に子う設けることはなかった。再婚後、ロアン・スタールは妻と共に生まれ故郷のパリに戻った。しかしパリにはいつかず、妻を伴わず単身で、欧州大陸を満遊する生活を長く続けた。後年、ロアン・スタールは自身の高貴な血筋を吹聴するようになるが、その毛並みの良さと冒険誕をあまりに自慢げに話したために、ほとんどの人は、 彼の話を信じなかった。妻の死から間もない1854年、彼はスコットランドを再放した。同地で彼は乗っていた馬車が転覆する悲惨な交通事故に遭い、致命傷を負って死んだ。意外は、ダンケルド聖堂敷地内の墓地に葬られた。彼の友人たちが用意した、質素な墓碑にはこうある。1854年10月28日に、ダンケルドで死去した。 ロアン・スタール伯爵、チャールズ・エドワード・スチュアート将軍の思い出に捧ぐ。この世の映画は、隠して消えゆく。20世紀に入り、ロアン・スタールの残した手紙、書類を入手したアメリカ合衆国の歴史家、ジョージ・シャバーンが、その資料をもとに、ロアン・スタールの生涯の実績を広範囲にわたって、明らかにした。ロアン・スタールは、自身のイングランド・スコットランド王位継承権を、 有効にするために、祖父、チャールズ王子と、祖母クレメンティーナ・ウォーキン賞は結婚しており、また、母、オールバニ助行者クシャーロットは、マクシミリアンド・エンスターとなる、スウェーデン人貴族と結婚していたと主張した。祖父母の婚姻の事実に関しては可能性は、極めて低く、また証拠もない。母の婚姻については何らの傍証もなく、そもそもローエンスターとというスウェーデンの貴族家門は、 存在しない。一方で、シャーロットとカンブレー大司教フェルデナンド・ロアンの内縁関係には多くの証拠が存在する。ジャコバイト王位継承者としての待遇を望んだにもかかわらず、ロアン・スタールはスチュアート家の不祖が求めていた王位を回復するための政治的な行動を一切しなかった。彼は、スコットランドの大領主たちに定重にもてなされ、交流することで満足していたようである。 実行死したときも、パースシャーのブレア城に住むアソル公爵を訪ねた、帰りだった。ありがとうございます。